ないけどね。そうなんですね。まあ、はい、あのこれも私もちょっとね上から目線で怒られちゃうかもしれないけど。いやこれはあれだよな、なんかすごいよな。でもさ、その本当に今回やめるから6月の議会でどうのこうのって言ってるでしょ。はいはい、前にもでもさちょっと似たような話で給与返上するって言ったらね、返上するのやめたと言ったことあるんだよね。ありましたね。これはだから本当に今回もね、あのやめると言ったけど、やめたのやめると言ったのやめたっていう風に言いかねないな。確かに。この人はね。そうですね。うん。まあでもあれだよね。ちょっとこの番組でも言ったけどさ、リニアでさ、はい、リニアは、が遅れてるのは俺のせいじゃなくて、自分のせいじゃなくて神奈川だと言ってたり、うん、でもあなたのせいでしょう、いくらなんでもと、はい、それでなんか何日か前でね、ついにあれだよね、あのリニアの、はい、27年の開業を延期せざるを得ないっていうのを、まあね、JR の方が言わざるを得なくなったわけだよね、うん、この人の